北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。お元気ですか、佐藤美久です。いやいや、美久ちゃん、9月ですよそうだね、それも8日です。早いね。早い。いや、そうなんですよ皆さん、ついにね、はい、私佐藤美久と、そして北野しおりちゃんはですね、来週の9月14と15日にですね、はい、ブルガリアのソフィアで開催されるアニベンチャーコミックコン2019に、うん、行ってしまうんです。どうするのみくちゃんいや正直、いや、うん、何の準備もしてないんですけども、あ、はい、はい、みくちゃん準備の方はいかがとなっておりますでしょうか。すいません、全く持って直しておりません。ですよねまあでも、まあ、それでも全く私も同意見なんですけれども、はい、まあ、もう一回ねきちんと、まあ、情報をねお伝えすると、まあ、先ほどお伝えさせていただいた、まあ、ブルガリアの首都ねソフィアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベントと言われているアニベンチャーコミックコン2019に参加させていただきます。はい、場所は、ソフィアのインターエキスポセンターで、はい、開催期間は9月14、15の2日間に、うん、約4万人の来場者予定となっております。すごい人ですね。そしてまあしおりちゃんは、コスプレイヤー日本代表として、参加で、私は主演させていただいた映画22世紀寓話が9月の14日の土曜日、うん、15時からですね、センター内の、ホール2のアジアステージというカテゴリーで上映と、舞台挨拶があるそうです。お、まあ、詳しくはですね、みくちゃんの事務所の公式および私のツイッターを参考にしてください。はい、はい、まあ、こうやってね、はい、告知をこうしていますと、まあ、他人事みたいになっちゃうんですけれどもね、はい、まあ、だんだんとこう周りの方の、反応であったり、まあ、お仕事的にこう行く前の事前準備、なんかを続けていると、まあ、最初こう、へえ、本当に行くのかな、うん、という思いから、はい、ああ本当に行くんだという、ね、あの気持ちに変わっていくのが、はい、分かってきます。分かりますね、うん、うまいこと言ったあ、 ありがとう本当にとにかくね、まあ、正直何とも言えない、まあ、心境の中、はい、まあ、あえてブルガリアは、まあ、封印してね、うん、通常の番組に戻りたいと思います。はい、なるべく封印して頑張ります、はい、それでは、まさに改めまして、この番組北野しおりのリアルドライはコスプレイヤータレントの北野しおりちゃんと私女優の佐藤美久の2人がコスプレやアニメ、BL、そしてサブカルなどについてリアルに、そしてドライに進行していく番組です。それでは今回の最初のコーナーはイベントオブマンスリーのコーナー。イエーイ、イエーイよ。はい、はい、このコーナーはですね、毎月放送の翌月、東京や千葉など基本関東圏で開催されている代表的なコスプレイベントなどのご紹介や、各イベントの特徴やセールスポイントなどについてリサーチャーさんの独断と偏見を交えてご紹介していくコーナーです。まず一つ目はですね、10月の6日日曜日ですね、うん、ココフリ主催、ココフリエアライン、こちらが場所が千葉県三分郡千葉山、うん、町で、航空科学博物館です、はい、2つ目がですね、10月の14日月曜日、この日月曜日ですけれども、体育の日で、祝日となっております。アニタマ祭、実行委員会主催の、第7回アニタマ祭、場所が埼玉県埼玉市大宮区、ソニックシティです。そして3つ目が、10月の19日土曜日ですね、立川アニキャン実行委員会主催の立川アニキャン2019、場所が東京都立川市サンサンロードです、はい、そして4つ目が、10月の22日火曜日、コスプレ博実行委員会主催のコスプレ博 in パシフィコ横浜ハロウィンスペシャル、場所は、パシフィコ横浜です、はい、そして5つ目、が、10月の26日土曜日と27日日曜日が、池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会主催の、池袋ハロウィンコスプレフェス2019、場所が池袋東口エリアとなっております、はい、10月になるとだいぶこう涼しくなってきまして、そうですね、まあ、コスプレイヤーにとってもカメラマンにとっても撮影しやすい季節になっていきます。夏の暑さが過ぎて寒くなる前のほど良い、寒くなる前のほど良い気候のこの期間
はですね、はい、気軽に楽しくコスプレが撮影できるので、まだチャレンジしたことがないけど実はコスプレをしてみたい撮ってみたいという方にとっては一番いい季節なのかもしれません。確かに、うん、そして10月14日に、開催されるアニタマ祭は、アニメと観光というテーマで、はい、埼玉ゆかりのアニメや漫画を広く、県内外へ紹介し、はい、若者や外国人の観光客に埼玉県に来てもらおうという意図で、開催されるイベントです。へー、はい、アイドルのステージや、はい、名探偵コナンの、脱出ゲームなどもありコスプレだけではなくいろいろ楽しみ方ができます、はい、また10月19日に立川で開催される立川アニキャン2019は、立川駅前で開催されます、立川商工会議所や、立川市商店街振興組合連合会に、講演されており、コスプレファッションショーや演舞といった出し物があったり、屋台も用意されてるされたりとまさにコスプレのお祭りといったイベントです。へー、そして、10月後半になると、はい、いよいよハロウィン関連の、イベントが各地で開催されますね。出た、はい。コスプレイベントもハロウィンをテーマにしたものが多くなっていきます、はい、中でもコスプレイヤーに親しまれているのが、10月26日と27日に開催される池袋ハロウィンコスプレフェス、はい、通称池ハロです。あ、定番ですね、はい、こちらは、池袋東口エリアの広い地域をイベント会場にしコスプレしたまま入れる飲食店やサービスも充実しています。はい、その他にもですね、各地で大小さまざまなイベントも開催予定ですが、時間の都合上省略させていただきましたこと、あしからずご了承ください、はい、なおイベントによってはですね、事前申し込みが必要であったり人数の条件が、設定されている、ケースもございますので必ずホームページなどでご確認の上ご参加ください、またお問い合わせの際には、会場ではなくくれぐれも各イベント主催者さんにお問い合わせいただきますようお願いいたします。以上イベントオブマンスリーのコーナーでした。今月の塩ミクランキングのコーナーよ、イエイ、改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤ミクでお送りしております。さて続いてのコーナーは今月の塩ミクランキングです、はい、このコーナーはグルメセレブを目指すしおりちゃんと、私佐藤ミクが毎回番組で用意していただくものについて実際に今からこのスタジオで一口サイズで食べたりこう飲んだりしてみてその好みをもとにランキング形式で発表させていただくというものです。まただし、しおりちゃんはグルメセレブを目指していますので、はい、そのランキングは当然高いものが上位に来るはずですのでそこにも注目してみてください。そしてお断りしておきますが可愛いキャラクターのコスプレ衣装でファンを獲得しているしおりちゃんと一応誠実というキャラでいろんなお役をいただいている私佐藤美久がガチリアルにもしかしたらちょっとだけドライにコメント、していきます。ことはあしからず、ご了承ください、はい、さて前回、はい、めんつゆということだったんですけれども、はい、めんつゆね散々でしたね、私見事に、はい、一番価格の低いめんつゆをあの美味しい美味しいそう飲める飲める出汁の香りが出汁の香りこれすごい飲める、恥ずかしかった、本当に美味しいと思ったの、同じねランキングだったんだよね、じゃ同じランキング、見事にしおりちゃんはね、はい、珍しいぐらいバカ舌発揮みたいな感じでしたね。ちょっと水羊羹に続き、はい、なかなかレベルの高い、あの企画の趣旨をぶち壊すというもう後からもうプロデューサーさんにもう本当にグルメセレブなのっていういやもうでも本当に難しかったです、難しかったし本当にめんつゆあれが私の正直な意見です、本当にあれが美味しいと思った、私も正直な意見です、そう嘘は偽りない、そうそうそう自分の舌を信じた結果ですよ、そうだよね、まあでもあのまだしおりちゃんもね、はい、頑張ってますので、あのめんつゆ部門がダメだっただけかもしれない、そうね、あと水羊羹もね、うん、なかなかね、卵も卵は大正解だった、そうだね、そうだね確かにめんつゆだけですよ、あんな大恥かいたのは二人してねいやもうまあそのねめんつゆに引き続かず、はい、頑張って今回も当てていただけたらなと、はい、なね今日は、はい、思いますはい、じゃあ、それでは今回はですね、はい、まあ来週にブルガリアに旅立つ我々2人がですね、おブルガリアといえば
ヨーグルト。ヨーグルト、はい、絶対に向こうで食べると思うんですが、はい、まあ、その前に、まあ、いわゆる敵を知る前に己を知るではないんですけれども、はい、日本の美味しいヨーグルトをしっかりリサーチしてから、ブルガリに食べ立ちなさいという番組プロデューサーの親心からですね、今回はヨーグルトについて、ランキングにしていきたいと思います。はい、でですね、まあ、今回ヨーグルトということで、あの、まあね、外せない一商品あると思うんですけれども、では今回もね、ヨーグルト有名店のものも含めて、まあ、厳選して3種類ね用意していただきましたので、まあ、一つずつご紹介ねさせていただこうかなと思います。お願いします。まず一つ目、一番、お高いヨーグルトになりますね、はい、株式会社岩住ファームさんの、はい、岩住、ヨーグルトプレミアムプレーン、はい、900g で、972円、税込みとなっております。はい、最近こうメディアでも紹介されることが増えてきたらしくてですね、岩手県岩住で作られているヨーグルトです。低温長時間熟成発酵というのがすごいポイントらしくて、うんうん、その製法で通常の 3,4 倍の、時間をかけて発酵して優しいヨーグルトに仕上がっているそうです。そして2つ目ですね、はい、が、小岩いい乳業株式会社さんの生乳 100% ヨーグルトです、はい、こちらが 400g 311円、税込みとなっております。はい、そして3つ目こちらですね、株式会社明治さんのブルガリアヨーグルト、はい、LB81 プレーン、はい、400g 213円、はい、税込みとなっております。ブルガリアだけにそうなんですよ。なので今回、はい、まあ、もちろんしゅりちゃんには1位の、岩泉ファームさんの、はい、プレーンぜひあのヨーグルト当てていただきたいんですけれども、はい、あのぜひブルガリアヨーグルトもね、はい、当てていただきたい。そうですね、なのでどっちでもいけます。はい、ブルガリアヨーグルトで当てるのも、いや今回優しい、そう、今回優しい、はい、2個選択ね、2個選択、はい、どっちに転んでも、転んでも、はい、大丈夫だそうで、はい、では早速いただいていこうかなと思います。はい、ではまず A から、1つ目からいただきます。はい、じゃあしおりちゃんからねお願いします。あ、ね、色の差はごめんなさい、全くない、差はない、色の差は、どうですか、なんか、いやわかんない、でもこれ他比べないとわかんない。でもちょっと、うん、トロッとしてる、あ、トロッとしてる、うん、なるほど、なんか、かもなく不可もなくっていう粘り気、あ、うん、サラサラすぎず、あ、うん、じゃあ私もA いただきます。はい、いやこれ難しいですよ、なんだろう、カスピカヨーグルトみたいな味するな。あの家庭で作られてる、どうです、わからん、酸味は強い、でも他食べてないからこれが酸味強いのか弱いのか分かんなくない。めちゃむずいんだけど。他と比べないと分からん。じゃあしゅりちゃん B、 はい、2つ目いきます。これ分かんないな、あー、A に比べて B は、うん、あの粘り気がない、サラッとしてる、あおサラサラ系、うん、で味が薄い。あ、ネチョネチョしてなくないですか。あ、じゃあ私もでもなんか B いただきます、ね、あのなんだろう、乳製品の甘みを、全然違う、うん、そう全然違う。なんだろう、こっちの方が発酵臭があんまりない、うん、うん、あっさりしてる。ヨーグルトの良し悪し分かんないよ、分かんない。待って、でもこの中で一番食べてるのはブルガリアヨーグルトなんだよな。いや私ね、そう分かる、私あのアルバイト、昔アルバイトの休憩中にブルガリアヨーグルト 500g とか一気に食べてたもん、ダイエット目的で、あの時の思いを。あ、でもこっちの方がどう、後味残るかな、 B の方が。なんか A の方が癖強くない、発酵臭、嘘、 B の方がサラッとしてる、マジ、ここで割れる、ここで割れる。じゃあシュウちゃん C ってください、はい、3つ目いきまーす、はい、あ、こっちの方が結構あれ粒感というか、もたもたしてる、うん、粒感が、これ C は粒感がある、これわかんない、わかんない、でもなんか C の方が酸っぱい。じゃ あの私も C いただきます。C が一番酸っぱい、 B が一番無味無臭、わね、わかんない、わかんない、これもう全部一緒。え、わかんない、味の違いはわかるんだけど、あ、この値段の差とかわかんなくない。
蜂蜜入れて食べたい全部。あーわかる。え、これわかむずい。え、あのごめん、あのごめんなさい、あのめんつゆ以上にわからない。え、うん、なんかめんつゆは好みとかだけど、これさ好みとかない、プレーンヨーグルト。オッケーオッケー、みんな違ってみんないいみたいな感じ。私は好みだから。え、これわからん。はい、あのはい、どうですかしおりちゃん、いけます、いけますか。じゃあとりあえずあの、はい、行っちゃいましょう。はい、そうね、説明、はい、あのさっきのみくちゃんの紹介を思い出して、うんうんうん、そうね、当てていきたいと思います。じゃあ、まず、じゃあランキングね、はい、私からでいいですか。はい、どうぞ。まず第3位は、はい、A、 はい、を食べ、A かなと思ってます。はい、第3位、はい、そして第2位、うん、B です。はい、そして、第1位お C です。おー、あの C はブルガリアヨーグルトだと私は思ってます。本当に。え、なんかブルガリアヨーグルト結構粒感が残るイメージ。あー、今まで食べてきたブルガリア。あー、私なんか味が味で選んでたかも。じゃあ、じゃあしおりちゃん、はい、え、私は第3位、うん、A、 お、一緒だね、ブルガリ、 A がブルガリアヨーグルトかなみたいな、あって思ってる。あ、はい、なるほど。なんかで第2位、はい、C、 C、 はい、第1位 B、 B、 はい、これ一応分かんない分かんないと言いつつ理由あって、はい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 、私ブルガリアヨーグルトってちょっと酸味強いイメージ。だから、あの昔ついてた付属のサラサラの砂糖がないと、今はもうあの砂糖あるかないか分かんないんですけど、あれ美味しいね、砂糖を入れないと食べれなかったの。で、ね、一番今大人になったから全然食べれるけど、一番酸味っていうか発酵臭を感じたのは A かなみたいな。あー、なるほど。で、まあ、C は置いといて、 C 第2位なんですけど、うんうん、C はなんか私の中でちょっと分かんなかったんですけど、うん、B が一番あっさりしてたかなって思って。あー、なるほどね。で、こう一番の なんだっけ、え、熟成ね。そう、熟成で優しい味って書いてあったじゃないですか。そうだね、一番発酵臭、発酵感を感じなかった。あ、優しさってこういうことかなみたいな。優しさを感じたの。そう、優しさ感じたの B。 B には優しさを、うん、私は、C に、懐かしさを覚えました。あ、これじゃないかな、うん、だからこんなね、あの、あんま言わないかと思うんですけど。じゃあ、あの墓穴掘ってる可能性ありますから、ね、では、はい、結果発表に入りたいと思います。はい、ではまず A からいきましょう。はい、せーの、はい、あー、A だ。株式会社岩泉ファーム、岩泉ヨーグルトプレミアムプレーン、マジか、キログラム2900円、マジか、しおりちゃん、マジか。これはね、むずい。じゃあ次も B、 もう B 行きましょう。じゃあ B があれかな、真ん中の、せーの、はい、あ、ですよね、 B は小祝乳業株式会社生乳 100% ヨーグルト400g、 311円。全部間違ってんじゃん。ほら、やった、全部間違ってんじゃん。じゃあ最後 C 行きましょう。せーの、はい、はい、株式会社明治さんのブルガリアヨーグルト LB81 プレーン 400g213円、はい、税込み。いや、これ、そう、みくちゃんの粒感があるっていうのも分かったんですけど、やりました。味で選んじゃいました。全部外れてんじゃん。ということは、何一つ合ってない。ということはですよ、はい、A が、岩泉ファームさんの A ですね、はい、一番お高いの。なる、あ、このままが ABC、はい、あ、なるほどね。ということで、はい、しおりちゃん残念ながらということで、はい、ブルガリアヨーグルトも当てれず、はい、当てれず。いや、私嬉しいです。よかった、全て間違ってた。嬉しいです、ありがとうございます。はい、いや、うーん、ね、いや、でも本当に難しかった。あの、うん、何、水羊羹から始まり、好みじゃない。てか分からん、もう最近私あの固いヨーグルトしか食べてないからちょっと分かんない。もう分かんない、分かんない、迷走してます、もう放棄してる。知らん知らん。そういうことで、はい、残念ながらしおりちゃん、はい、当てれずということで、ま、この全部外れた分は、うん、あの来週ブルガリアに行って、うん、そうね、はい、ブルガリアヨーグルト食べてこようね、うんうんうん、うん、それ大事、はい、食べてきてもう味の違いとかいろいろ学ぼうねっていう伏線、もしかしたら
向こうはね、はい、違う味かもしれないですね、はい、そう、うん、そういろんな味ね楽しみたいと思います。その線でいきましょう。ではですね、はい、以上今月塩ミクランキングのコーナーでした。今月のおまけのコーナー、イエーイ、イエーイ。続いてのコーナーは今月のおまけ、はい、私たちが大好きなアニメや漫画などについてくる特典というか、ノベリティグッズ、いわゆるおまけについて、はい、新刊本や DVD 写真集などのおまけについて佐藤美久完全独断による一押しの一品を、紹介していくというコーナーです。今回ですね、ご紹介させていただきますのは、ギブンファーストライブ開催記念フェア in アニメイトです。はい、まずギブンというのは、まずギブっていうのはうに点々ですね、はい、気分とはですね、はい、キズナ月さんによるですね、うん、シリプラスにて2013年春号より連載中、はい、ロックバンドのメンバーたちを中心とする青春群像劇を描いたボーイズラブ漫画作品になっております、はいはい。今年の7月にですね、はい、フジテレビの痛みにてテレビアニメ化がされている人気作品となっております。へー、はい、のいたみさんでは初めての BL 作品のアニメの放送だそうです、はい。で今回のフェア内容なんですけれども、はい、全国アニメイト期間中ですね、ギブン、関連商品の書籍品だったり、はい、CD とか DVD をご購入、ご予約、内金の、1000円以上必須となっておりまして、はい、1本ごとに、差し替ええー、ジャケットカードを1枚ランダムでゲットできます。で種類はですね、このギブンに登場してきますキャラクターの、はい、佐藤真冬と、はい、上野山律香、はい、そして山中春樹、はい、梶明彦の各々の単独と、はい、真冬と律香の2人組と、はい、春樹と明彦の2人組の、全6種類となっております。はい、で、特典配布条件としましては、先ほども申し上げましたけども、ギブンの関連商品の、書籍だったりキャラクターグッズをご購入、ご予約内金1000円ごとにですね、そしてギブン関連の、CD であったり DVD をご購入、ご予約内金1000円以上必須となっておりますので、1本ごとになっております。そしてアニメとカフェグラッテという、はい、グラフィックの、ラテとなってまして、クリームにキャラクタープリントをされる、はい、プリントなの、そう飲めるんですけど、ラテアートみたいな、ラテアートみたいな感じの、そこのお店のコラボをですね、今、コラボもありまして、ギブンのそこの、コラボでのギブンの、関連商品をご購入1000円ごと、はい、そうですね、1000円ごとになっております。はい、そしてこの、アニメイトカフェ、グラテはですね、はい、コラボ実施店舗が吉祥寺パルコ店と、はい、コミコミスタジオ町田店、そして、はい、大阪日本橋店、はい、岡山店、渋谷店となっております。はい、開催期間は、2019年9月6日金曜日から2019年9月29日日曜日です。特典はなくなり次第終了となりますのでお気をつけください。はい、知ってますか？いや知らないんですけど、私でもなんかロックバンドとか好きなんで、うん、なんか興味ありますね。うん、ボーイズラブという、そうボーイズラブなんだけど、はい、なんかこの男の子同士の友情がすごく素敵で、はい、でこの学生同士っていうのがまたよくって、はいはい、でこの真冬くんっていうの、主人公の真冬くんっていうのはちょっと過去に、はい、まあ、トラウマというか、はいはい、闇抱えてる系ですか、ちょっと、うん、いろいろあって、はい、で、まあ、それを抱えたまま、はい、その、まあバンドをね、はい、上野山くんの、はい、バンドに、上野山くんのバンドに入っていくんですけども、はい、そうで律香くんは、はい、まあ、全然本当に女の子が好きだったんだけど、はい、こう、真冬くんと一緒にいることによって気持ちが変わっていくんですね、はい、へー、あれ俺好きなんじゃないかなのことみたいなのが、はいはい、すごいよく描かれていて、はい、ドキドキします。へー、なんかちょっと少女漫画っぽい切ない、うん、切なさもありつつ、ちょっと心の動きがみたいな、そうで BL 漫画ではなかなか女の子ってあんまり登場しないんですけれども、うん、このギブンでは登場しますので、そのなんか女の子の気持ちなんかも感じ取れたりします。女の子もその恋愛模様に入っていくわけですか？ややこしいですね。そうすごい、でも
告れないとか告白できないみたいなそういう部分も見れたりもしますので、もし気になる方いらっしゃいましたらぜひ。アニメも FOD のところで、配信もねされてるそうなので、はい、もしよかったらぜひねご覧いただければなと。すごい私気になりましたこれ。ぜひ見てください、うん、あの漫画もねあのありますのでぜひ気になる際は。漫画もあるの。そうそう漫画が、そうです、原作は漫画になってますので。へー、はい、私も漫画は持ってなくて、はい、たまたまテレビ の, あの予約っていうか、はい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 、それをアニメの欄でブワーって見てた時にギブンって入ってて、これ名前知ってんなと思って、はいはい、で録画してたんですよ、うん、で見てうわこれはすごいと思って見始めました。はい、なので私はアニメから、はい、入りました。へえ、すごい面白そう、はい、なのでぜひもしよかったらしゅりちゃんもね、はい、ぜひ見てみてください。見てみます。はい、気になる。あ、嬉しい、よかった、うん、はい、以上今月のおまけのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。はい、今回のしおりクランキングもね大敗を喫してしまいまして、いやー今回めちゃくちゃ難しかったね。ヨーグルト難しくないですか。難しかったです。どういうこと。めんつゆに続き難しかったですなので、まあね、ブルガリアに行ってね、はい、あのたくさんねヨーグルトを食べてね、はい、本場のヨーグルトというものを勉強ねさせていただければなと、はい、思います、はい。ではですね、我々2人の活動はですねツイッターやブログなどを検索していただければと思います。そしてこの番組をお聞きの皆様のご感想ご意見もどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、はい。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまた。